中村翔ドラ1で入れてもらい、僕のプライドもある、背番号96で再出発、一軍定着へ必死。そのプライドが、俺中村翔星なんだけど知ってる？になるのにな、言うの遅いぜ。あれだけみんな期待してたのに、プロに入るのが目標だった人みたいや。残念です。厳しく言う、もう無理じゃないか？ならそこをからきちんとしとけ。入団当時、1年先輩の坂倉をめちゃくちゃ意識してライバル視してたんだよな。今は姿が見えないくらい差がついたけど。少し頑張ったらご褒美欲しくなってまたやらかしそう。20代半ばで一軍実績皆無なのにまだドラ1のプライドうんぬん言ってるんだ。もう言葉は全く信用できない。結果を出すしか道はない。プライドがあるなら野球で注目されてほしい。次は何してくれるのかな？インタビュー受けた後の夜、またナンパかな。本領を忘れないでほしいですね。プライドに見合う言動と活躍を期待してるで。来季、保守ではなく外野手に一本化して勝負してほしいね。自分はレギュラー脱出しない限り応援はしない。高卒7年目、ある程度の結果は出さんと。ごちゃごちゃ言わずに結果を出すだけ。なぜかやらかした選手を陰ながら応援したくなる。3回目はないことを強く願う。甘えん坊のプライドとかいらん。そのプライドを夜に生かしてきただけだろ。プライドあるならプレイで2000回。体つきも変わらない、成績は残せない、スキャンダルだけは一丁前。何？プライドって？カープファンにはカープの名前はプライドの証。ナンパに使うための名ではない。期待を裏切り倒して言うことではないわな。そんな簡単に信用できんて。信頼が崩れたんだから、長い時間かけてやるしかない。そんな一円にもならないプライドなんか捨ててしまえ。家族、首脳陣、球団、関係者、ファンを悲しませるな。プライドも過去も全て捨ててまたゼロから頑張ります。とか言えん時点で反省もなんもないし来年戦力外やろ。こいつの場合いじられるのが嫌で我慢できんってだけやろ。プロ野球選手としてのプライドっていうのならこいつに持つ資格ねえよな。逃げの言葉としてプライドってのを軽々しく口にしてほしくないわ。